皆さん、おはようございます。ティーンダーのミャクルボィンタケンセーで活躍した中西太さんの強さを言います。凄さ。中西太さん、なんとプロルーキーやなんと、プロ初のランニングホームランを決めたそうです。すごい足の速いバッター、さらにトリプルスリーを獲得するなど、すごいバッターでございます。サード、ファーストとして、本当に守備も安定してるし、バッティングとしてはすごいバッターで何度も優勝に貢献したそうでございます。引退後は阪神の監督や、西浜の監督、巨人、ヤクルトアトムズなど、いろんな そこ,こでコーチを経て本当に活躍しました。西武の監督も務めたそうでございます。確かに中西俊市さん名将と言っていいでしょう。名バッターです。以上です。バイバイ。